椿大塚山古墳は京都府木津川市山城町にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に、石室天井石は木津川市指定有形文化財に指定されている。破壊が進んでいて、本来の規模についてはいまだよくわかっていない。 公園部は JR 奈良線によって分断されている。噴球は全長約175メートル、公園部は直径約110メートル、高さ20メートルで丘陵を断ち切る形で作られた、関係上型が少し歪になっており、前方部は長さ約80メートル、高さ約10メートルと推定されている。前方部がバチ型に開き、掘りが認められていない。 水を叩たたいていない古墳は、機内では稀である。古墳は山海の中に造営され、森土も部分的に行っている。墳球の大部分は自然地形の高まり、つまり自然の山を利用しているので、一見、丘陵の一部のようである。このような作り方は最古級の古墳に多いという。埋葬施設は定型化した南北町点九メートル、幅一メートル、 高さ3メートルの縦穴式石室に、遺体紙、割石を積んで壁を立ち上げ、天井も遺体紙を置き粘土で厚く折っている。床には遺体紙、れ砂を敷き、その上に粘土を施し、長大な高山木の先き竹形木管を安置している。石室内には、種が塗られ、粘土床には10キログラムを超える水銀種が巻かれていた。古墳時代初期の前方後円墳である。 小林幸夫は三角円新獣鏡を分類して七つの形式に大別した場合、この古墳の出土品では最古形式から四番目までの新しい鏡が含まれていたので三世紀末の造影とした。しかし近年ではこの椿大塚山古墳より若干遡り三世紀中央過ぎに定型化した前方後円墳の出現がなされたとする見方が有力となっている。 奈良県桜井市の橋墓古墳、岡山県岡山市の浦間茶臼山古墳、奈良県天理市の黒塚古墳などと共に出現期古墳と総称される。なお、椿井大塚山古墳及び浦間茶臼山古墳、黒塚古墳は橋墓古墳のちょうど2分の1に企画された前方後円墳である可能性が高いと考えられている。三角園十分体。 四人四重教複製1953年、国鉄奈良線の拡幅工事の際に、縦穴式石室が偶然発見され、当時最多の三角円新重教32面が出土した。それ以外には三角円新重教より少し古い、内向家門教2面、方角菊教1面、画文体新重教1面が出土し、総計36面以上の鏡と武具が出土した。 36面以上というのは他の鏡の破片数点が出ているのと洞窟で行方不明になったものがあった可能性が出てきたためであった。多数の同郷を棺の中に入れる種族が古墳時代前期には西日本や中部地方で急速に広がった。それらの鏡が短期間にほぼ同一場所、地域で制作されたと推定されている。また、日本最古のトースも出土している。 武器、武具では、鉄刀7本以上、鉄剣10数本以上、鉄鉾7本以上、鉄属約200本、銅属17本、鉄製甲冑1両が、工具、農具では、鉄釜3本、鉄腐10個、鉄刀17本、鉄製やりか7本以上、鉄水8本以上、鉄のみ3本以上が、漁具では、鉄盛10数本、鉄や数本。 鉄製釣り針一本が出土している。このほか、鉄製管ではないかと疑われる、鉄製品が出ている。東古墳は、淀川を遡り、木津川の右岸にある。縄文時代からの漁具である森、安、釣り針が揃っている。南西に船戸という地名がある。以上のことから東古墳の被装者は、船舶の管理者であり、津の干渉者ではなかったかと推測されている。 小林幸を田中拓倉幾人かの研究者は、被葬者に竹萩安彦子の名を挙げている。他方、塚口義信は天皇に討伐された敗者にしては、古墳の規模が大きく服装品も優れているとして、竹萩安彦子的な人物ではなく、危機に記される、彦王伝承のモデルとなった人物こそ、ふさわしい、と考察している。ありがとうございます。